はいお疲れ様ですということで、えー、群馬県内のですねスキー場で使える群馬トリーム券が届きました今日今日届いたというか今日私があのポスト確認してみただけでもしかしたら昨日とかおとといとかです、ね、に届いてたのかもしれないですけども、えー、無事届きましたということで、えー、昨日の今日の話でですの話で似たようなことなんですけど、まあ、やっぱり こういったリフト券の高騰、金額が上がっている中で、こういった早割り券ですとか、シーズン券ですとか、そういったものを使うというのは、非常に有効的なのかなと、で、先シーズンはですね、あのまあ、全部使うことができまして、まあ、私以外、本人以外でもですね、まあ、こういったものっていうのは使えることがあのほとんどだと思うんですよね。 あのグループでで、まあ、で行行くくととかか家族す、ね、えー、なので無事消化はできたんですけども、えー、でここからちょっとあの意外だなと思ったことがあって昨日の話もそうなんですけどあの、まあ、当選しても辞退する方がかなり多いと、まあ、どれくらいの割合どれくらいの人数かっていうのが分からないんですけどそういったあ、まあ、アナウンスがですねそのホームページに 出ててまししこの申し込みするにあたってです、ね、えー、ですので、まあ、今回私も2回目への応募だったんですけどあのー、まあ先回そういったあのことが事例があったのであれば今回はですねそれも加味して、えー、よりこう広い幅広い方にあの当選権があるというか、まあ、そういった設定っていうかですね、まあ、枚数う を設定してるまあなのでまあ、抽選と言いつつも申し込んだらまあ、当たるんじゃないかなってちょっとあのまあ、軽い気持ちで、えー、まあ、応募したのもあったんですけどこれ当選する前の話なんですけどあのちらっと聞いたところによるとあのまあ 県内まあ、こ今回で言うと群馬県内に住んでいたとしてもおその当選しない、まあ、抽選から外れるっていうことがあるみたいなんですよね実際であっほにこれ抽選してたんだって <laughs>、えー、ちょっと思いましたね、まあ、この多分ナンバーとかナンバーから、まあ、例えばですけどもね、えーまあ、あのー 抽、まあ、抽選券じゃないこのリフトの引き換券のナンバーとですね、えー、実際その応募した当選した人の名前をひも付けてでちゃんとこう使ってるかどうかっていうのも調べてのあのー、抽選なのかちょっと分かりませんけれどもどういうふうに選んでいるのかっていうのもまあ全く分からないんですけどまああのー、まあランダムに適当に <laughs>、うん、選んでるのか分かんないんですけど。 まあなのでそれを聞いてですねう、まあ、嬉しくもありちょっと複雑な <laughs> あの心境と言いますかあの、まあ、なんか運をですねここで <laughs> 使ってしまったのかっていう思いも少しありつつもまあでもあの、まあ、全然あの普通にリフト券買うよりは安いので。 あありがたさはあるんですけどもね何、まあ、かちょっとそれを聞いてあのちょっと複雑な気持ちにはなったんですけどまあでもあ,のありがたくですね、えー、使わせていただこうということで、えー、無事届きましたということですね、えー、記録してみました、はいえー、ということで以上。